さあバラ色地で今日ネット上を熱くしたトピック、まずはこちらです。今トピランキング、午後3時半の時点でランキング1位のニュースをお伝えします。東京新宿で起きた女子大生混沌騒動の真相について、東京スポーツはこの度男たちは女子大生をお持ち帰りしようとしてグラスに睡眠薬を盛ったという驚愕の情報を捜査関係者から得ました。その結果、予想以上に女性が倒れて店で寝かせておくわけにもいかず外に運んだと、記事はその一部始終を伝えています。ある事情通によりますと、このサークルはスピリタスのカプセルを使用していたということなんですが、睡眠薬ですよね、そうして飲ませて寝かすというそうなんですが、これは今井さんはどうご覧になりますか。また言うとさっきのことでクレームバンバン来たのにもう一つ言っちゃうかもしれないけどこれなんでこれ明治大学って言っちゃいけないんですか、これ、まあ、言っちゃいけないわけじゃないですね。いいじゃん、明治大学やったんだから、早稲田の時も早稲田の名前が出たんだから、スーフリー、まあ、男としてね、女を酔わせて自分の力で酔わせろよ、正直な、うん、お酒じゃなくてね、魅力で酔わせるべきなのに、安易よ絶対。で、僕ははっきりとこれ犯罪だと思います、はい、中には脱粉した子もいるし、写真見たけども、うん、警察まで出てきてね、それで、事件にならないこと自体がね、うん、でまあなんか被害届出る出ないはなんか向こうの女子大がいい、まあ、日本女子大だからそこがあんまりバレちゃいけないということで、だけどやっぱりこれは犯罪は犯罪だし、うん、男だけがみんな立ってて女がこないなってるって、もう持ったのは100% 分かってくることなんで、だから明治大学っていう個人のあれをやるわけじゃないけど、他の大学もやってると思うけど、やっぱりもうね、あのこれ犯罪だし、変な AV お前ら見すぎ、いやもう本当に、うん、性犯罪、性犯罪よこれ、なりかねなかったところで、ね、いやもう性犯罪だって、もうはっきり言ってさっき見たセクハラのことで、このやからのね、このやからを女の子は警戒も何にもしなかったの、どうなんでしょうね。お酒を飲むバーに行くということは、ある種どっかでまあ 100% のうちの 3% でも 5% でもなんかおかしいなとこね、ただいわゆる合コンみたいなパーティーとは違う雰囲気だったんちゃうかと、もしかしたらそういうサークルだよっていう噂は流れてたかもしれないですよね、学内でね。でも、でも、まあ、犯罪、それでやるほうその手段でないとやれんような男だったら、はいはい、まあ、これこそちょっとね、どっかで隔離しとかないと、見てくださいよこんなの、こんなコンパありまっか、おかしい、だって警察出てきてんのに、それちゃんと明治大学は謝罪すべきだし、はい、その飲ました男たちにやっぱりそれは処分なりうんぬんなり注意なりしないと、またやるし、今回死人出なかった理由あれ薬間違えると本当やばいから、この先ほど私スピリタス睡眠薬って言っちゃったんですけど、うん、度数の高いお酒だそうですね。スピリタスはお酒の方が、それは本当に睡眠薬入れてたんです。こういう映像ね、全世界に流れますから、うん、やっぱりこれは刑事事件にしないと、あの日本の学生の世界、確かに睡眠薬入れるみたいな過去にはあったかもしれない、過去は置いといて、これから東京でオリンピックまでやる国ですから、もうこれ全世界に知られる映像で、これを刑事事件にしないで、それじゃあれですね、問題などもうあそこの効果応援歌だから、おおじゃんって、おーノー明治やね、そうですね、おーノー明治なんで俺明治大学出てこないの、正直な、あのセクハラ発言でやられてる、裁いてる、これもそうじゃん、ね、言うべきだ、明治大学そんなに警察 OB が多いのか、いや多いですね、確かに、あそうなんですか、はい、以上バラ色トゥデイでした。 CM の後はアメリカの海兵隊が火星人との戦いを告白、その全貌を玉別さんに徹底解説していただきます。